はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、今回は、こちらのですね、チーム総選挙1億突破記念チケットガチャ引いていこうかなと思います。これに関しては、ちょっと待ってね、どこに書いてあったっけ。これか。大台突破チーム総合力1億記念、1億突破記念キャンペーンということで、ついにチーム総選力1億を突破したエゴいプレイヤー誕生。記念プレゼント等を受け取ろうっていうキャンペーンの一環で480円でね、確定枠ありの10連が引けるということで、まあ、ちょっとね、それを引いていこうかなという動画ですね。いや、1億突破してんだね、上位陣。俺が一番、育ってるチームで、ちょっと待って、1、10、100、1000万。2000万届かないぐらいか。1,989,6,279が、俺のチーム総戦力なので、まあ、ほぼ2000万としても、5分の1か。5分の1ってことは何？俺のチーム総戦力より、1億突破した人のメンツって1人の戦力が高いってこと？マジか。2000万パワーズなんだな、要は。へー。それは恐ろしいね。はい。ということで、じゃあ、記念ガチャね、引かせていただきましょう。チーム総戦力1億突破、記念チケットガチャ、これですね。で、確定枠の中身に関して、ちょっと俺の場合、カント済みの枠が、何体かいて、そこはちょっとね、外れなんで、なるべく避けていきたいというところなんですが、まあ、どれかっていうと、アニバのナギと、シアイサギ、そして戦場の支配者リンちゃん、この3人ですね。まあ、それ以外だったら、一応全部、出てくれたら、まあ、それなりに嬉しい、メンツなんで、そこの3枠だけは避けたいということで、行ってみましょう。まあ、あと確定枠以外から、出てくる分には 3.5% ね、いくら来てくれてもいいよということで、行きます。さあ、頼むぞ。さあ、あれ、演出こっちなの？誰が蹴るのかなと思ってたら、さあ、確定枠。お、ああ、なるほど。アニバイサギ&バチアですね。ここもね、85で止まってたから90になるか、ピースが足りないかってところですね。さあ、確定枠以外から出るかどうか、あと3個。1個目外す。さあ、ダメか。ああ。はい。確定枠のみでしたね。なるほど。ちょっと今のだけだと寂しい寂しい気はする。あ、そうだね、多分交換所でピース交換してレベル上げて85にしてあるので25ピースって形か。90にしちゃおっかな。ちょっと待ってね、ここ5ピース交換してとりあえずレベル90にはしてしまいましょう。 OK。サポカこれで、アニバのね、イサギとバチラがレベル8になる、レベル8っていうか、トツ8まで進んで、レベル90ですね。オッケー。まあ、ここもね、あと、60ピースかな？30ずつなんで、60ピースあれば、貫突できるということで、近づいてきましたね。一応ガチャさんで貫突済みなの俺、覚醒1枚だけなんで、まだ。まあ、2枚目の、貫突サポか、アニバのね、やつになるかどうかって感じですね。で、レベル80突破も結構増えてきていて、まあ、今のやつプラス、最悪だと、クエルですね。この2枚が一応80までいっておりますと。
まあただね、そうは言っても実際ね、やっぱ新しいやつの方が特殊効果が強かったりするので、育成の時にはね、ムカつき熱くなると、バローかな、まあ65なんですが、まあムカつき熱くなるプラスバロープラス、まあ一応レベル100の恩恵はそれでもでかいかなということで、覚醒とキック育成だとこの3枚使ってますよという感じですね。そうだね、だから最悪だとかがね、せっかくレベル80までいってるのにちょっとキック編成にね組み込めてないっていうのがね、悔しいといえば悔しい。いやなんかあれなんだよな、大型アップデートとかで選手も5体だしサポカも5倍にしますとかそういうのが来たらまたインフレ進むだろうけど、ね、まあちょっと使えずに腐ってるやつらに活躍の場ができるのになみたいなことをちらっと思わなくはないっていう感じかな。で、選手の方は引けなかったねというところか。なるほど。そうね、まあちょっとね、今んとこね、ジェム吐き出しちゃったんで、ハットトリックガチャとか、エゴイストフェス、ステップアップガチャとか、この辺はね、ちょっと来てるけど、引けないなという感じなんですよね。そうか、250だから194までいってるけど、これもね、交換まだですね。で、和装、和服潔とね、メイドバロー、この二人に関しては、一応ね、65までは両方上がってるので、まあ、ここから先はね、80とか貫突とか目指そうとすると、とてもじゃないけどジェム足らんだろうねっていうことで、そうね、まあ満足しておくべきかなここでっていう気はしてる。あとはまあ2ヶ月後が 1.5 周年何か来そうな気がするから、そう、そこに向けてねちょっとジェム貯めたいって言ってたのに、600万ダウンロード記念とかホワイトデーとかいろいろやってる間に結局ジェム吐き出しちゃったっていう、この忍耐力のなさよ貯めるって言ってたのに結局使っちゃったみたいなね、そんな感じですわ。はい、ということで、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。